ねえ、今も聞こえてる？私の歌声届いて。Thank you.
続いてお送りするのはノルウェーの劇作家イプセンの物語に、同じノルウェーの作曲家グリーグが音楽をつけたペールギュットです。主人公のペールギュットは自由奔放で夢見がちな男。そんな彼が数々の野望を胸に抱き、世界中を冒険の旅に出ます。これからお送りするのは、彼がアフリカのモロッコに行った時の音楽です。果てしなく続くサハラ砂漠に少しずつ太陽が昇り、静かな朝が訪れる様子が表現され、音楽が強くなったところは雲の中から現れる輝く太陽を想像して作られています。グリーグ作曲、ペールギュット組曲から、朝。私たち千葉県警察音楽隊は昭和45年に発足しました。県民
と警察を結ぶ音の架け橋として皆様の安全安心を願い、交通安全、地域安全など警察活動に関連するイベントや小中学校での安全安心コンサートのほか、金曜コンサート、定期演奏会などの自主コンサートを開催しています。次は日本の音楽をお聴きいただきましょう。学校の音楽の時間でも歌われる赤とんぼやこの道で知られる作曲家山田耕作、明治時代の音楽家ですが、その時代の音楽の世界では大スターともいえる活躍をしていました。アメリカの有名なコンサート会場カーネギーホールで自作のオーケストラを演奏したり、日本で初めてオーケストラを作ったのも山田耕作でした。お送りします曲は慌てとこや、ペチカ、赤とんぼの3曲。日本人の心、風景を歌った素朴な童謡を美しく壮大に、また原曲とは一味違ったスピード感あふれる編曲でお送りします。吹奏楽のための交響的山田。Thank you.
ここで音楽隊の楽器を紹介しましょう。皆様の中には楽器の演奏をされる方もいらっしゃるかと思いますが、音楽隊の演奏スタイルは吹奏楽です。木管楽器ピッコロ、フルート、オーボエ、クラリネット、小さいサイズ、大きいサイズがあります。サクソフォン、こちらもいろんなサイズがありますね。ファゴット、珍しい楽器ですね。金管楽器トランペット、フレンチホルン、トロンボーン、ユーゴニアム、チューバ、とても大きな楽器です。そして打楽器、大きな太鼓も持ち上がっています。最後に指揮者です。ありがとうございます。会場は指揮棒1本で音の始まりや終わり、大きく小さく、早く遅くなど音楽をまとめています。隊長、今日の指揮棒のお値段は？消費税込み990。リーズナブルですね。皆様の一家に一本いかがでしょうか。それでは今ご紹介した楽器の音色をお楽しみいただきますのは、ミュージカルサウンドオブミュージックからの一曲。日本ではドはドーナツ、レはレモンと歌手ペギー葉山さんの日本語訳でおなじみですが、アメリカではドはディアーでメスの鹿、レはレイで光り輝く太陽、ミーはミーで自分を呼ぶ名前というように、国によっていろいろな歌詞で歌われています。それではダイナミックな編曲でドレミの歌。
かの有名なマーチ、アンパンマンのマーチです。今日は大人も子供も楽しめるコンサートということで、お子様連れの方もたくさんいらっしゃってますが、良い子のみんな元気？昔の良い子たちもお返事してくれました。お友達の中には、大きくなったらアンパンマンのようなヒーローになりたいというお友達もいますかね。ここでとってもいいお知らせです。千葉県を守るヒーロー、千葉県警察官第1回採用試験の申し込み受付が明日3月8日から始まります。ここで耳寄りな情報ですが、第1次試験では資格加点があり、特定の資格をお持ちの方は一律に加点されます。柔道、剣道、空手道の初段以上をお持ちの方、語学では中国語、英語、韓国語、ベトナム語などで一定以上の級をお持ちの方が加点対象となります。それぞれの加点対象基準は受験案内や千葉県警察ホームページで確認いただきたいですが、まず千葉県警察音楽隊と検索していただいて、私たちのコンサートの予定などをご覧いただき、メニューから採用案内につなげていただきたいですね。ご家族やお知り合いで警察官の試験を受けようか悩んでいるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ背中を押してあげていただきたいと思います。それでは、時は早く過ぎる、光る星は消える、だから君は行くんだ、微笑んで。みんなのヒーロー、アンパンマンを表すこの歌詞、小さい頃に口ずさんでいたあの曲、この曲、大人になってから聴くと歌詞の深い意味に気づくこともありますよね。良い子のお友達、もちろん昔の良い子たちもぜひ一緒に歌ってください。アンパンマンのマーチ。
お客様、お知り合いの方の中から未来の千葉県警察官が生まれることを願っております。本日は警察官募集のパンフレットもご用意しております。演奏終了後ロビーで配布いたしますので、ぜひ私のところまでお越しください。続いてはガラリと変わりまして、1955年に公開され今もなお不朽の名作として愛される映画五条の音楽です。香港を舞台にアメリカ人の新聞記者と町の病院で働く女性医師との物語を描いた作品。主演はジェニファー・ジョーンズとウィリアム・ホールディ。戦争の混乱の中、恋の物語の結末は悲しみに暮れます。最後に心の中で聞こえる言葉は、僕たちは幸せだった、素晴らしい愛を知ったのだから。音楽はアカデミー賞に輝きました。お聴きください、お嬢。
減らない詐欺の被害。昨年中千葉県内における被害総額は約29億6500万円。ここ流山市では64件、総額約1億円の被害が発生してしまいました。今日は一つ実際にあった手口をご紹介したいと思います。ちなみに登場人物等の名前はフィクションです。ガチャ。はい。もしもし、太田かもりさんのお宅でしょうか。はい、そうですが、私流山いいとこ銀行の者なんですけれども、流山市役所の方から加盟を受けてお電話しております。あなたにですね、医療費の払い戻しがありますっていう書類届いてますかね。いや、見当たりませんが。私、払い戻し金の方をお預かりさせていただいてるんですけども、書類がないとなりますと直接 ATM で還付のお手続きとなりますね。あ、そうなんですね。はい、お手数なんですけども、 ATM の方を到着されましたらば、コールセンターのお電話番号をお伝えいたしますので、お連絡をお願いします。わかりました。それではよろしくお願いいたします。このように犯人は被害者を ATM へと誘い出し、言葉巧みにお金を騙し取ろうとします。もちろんコールセンターの電話番号も真っ赤な嘘。不審な電話を受けた際はすぐに警察に通報してください。被害に遭わない一番の方法は犯人からの電話に出ないこと。ご自宅の電話も携帯電話も留守番電話に設定。犯人は自分の声が録音されるのを嫌います。今日ご紹介した手口の他にも、県警公式ホームページ、YouTube で犯人の音声を公開しています。また、本日ロビーに置いていただいておりますプログラムの裏面には、最近多発しているサポート詐欺についての記載もありますので、ぜひお手に取ってご覧ください。続いては、懐かしいヒット曲からお送りします。かつては西田幸子さんが、そしてその後、荻野目洋子さん、井上陽水さんもカバーされてヒットした曲です。もともとの題名は、コーヒーを弾きながら。1940年頃、ベネズエラの作曲家が作ったトロピカルなオルキディアというニューリズムですが、日本では親しみやすくこのタイトルで呼ばれています。それでは、ラテン楽器の心地よいリズムに乗せてお聴きください。コーヒールンバ。
よね。音楽隊の演奏も素敵でしょうか。ありがとうございます。コーヒーといえばカフェイン、そしてアルコールはほどほどに。ということで最後に飲酒運転防止のお話です。今年に入ってから千葉県内では26件の交通死亡事故が発生しています。これは全国ワースト1位の値となります。そのほとんどが脇見運転や安全確認不足が原因となったものですが、中には悪質な飲酒運転が原因となった事故もあります。これからお花見シーズンにも入ってきますが、飲酒する場所には車で行かないということを徹底していただきたいと思います。自転車も車の仲間ですので、お酒を飲んだら乗ってはいけません。飲酒運転は絶対しない、させない、許さない。よろしくお願いします。お送りしてまいりました音楽隊の演奏も次が最後の曲となりました。最後にお送りしますのはスイングジャズの王様と呼ばれるベニー・グッドマンの音楽。彼が生まれた家は決して裕福ではなく、施設で教育を受けました。無料の音楽教室で10歳からクラリネットを習い始め、11歳でデビュー。さまざまな活動を経て後に自ら楽団を結成し、カーネギーホールで史上初のジャズコンサートを行い、会場を熱狂の渦に巻き込みました。聴く人、演奏する人に元気、勇気をもたらすご機嫌なジャズを皆さんに。シンクシンクシンク。Thank you.
村新司さんが残された名曲いい日旅立ち。3月は別れの季節でもありますよね。皆様それぞれの思いを胸にお聴きください。いい日旅立ち。Thank you.
後で千葉県警察音楽隊の演奏を行います。事件事故に気をつけて安全な毎日をお過ごしください。本日はありがとうございました。